こんにちは、お肉です。今回はクイーンダム第4話の予告が出たということで、皆さんと一緒に見ていこうと思います。もうついに4話ってなんか早いなって感じなんですけど、あと6話ぐらいかなあと7話、8話、8話ぐらいかな結構ね、もう3分の1ぐらいが進んでいるわけなんですけど、ちょっとね、今回このケプラちゃんたちが結構涙だったじゃないですか。で、次多分分わかると思いますので、ちょっと予告を見ていこうと思います。お肉韓国では K-POP ガールズグループについてたくさん動画を出していますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 お願いしおはい、というわけで見ていこうと思います。うん、やっぱビビリさんはすごいよね。前のステージもそうだけど、壮大だね、めちゃめちゃ。この、なんていうの、ダンサーさんの数もすごいしさ。あっ、ケプラちゃんだね、これ。あやっぱダンサーさんがね、今回たくさんいるのかなっていうふうに言われてたんですけど、結構ダンサーさん多い気がしますね。 ののここなのかちょっと戻しますねあーでも結構良さそうなんだけどこの花道を使ったステージが難しそうですよねうーんうーんなんか悲しくなってきちゃう見てる方もちょっと待ってすごいことになってんだけどこれダヨンちゃんだよねいやダヨンちゃん大丈夫かないや大丈夫じゃないんだろうけどさ いやあ、めっちゃ、このやっぱ練習なのか、本番で、この転倒してしまったのか、どっちなのか分かんないんですけど、もう本当にダヨンちゃんの体が心配なところまで来てるわ。うんからのキョリンさん、すごいですね、本当に。いや、前回と全く違う凄さがあるんだよね。 いやでこのダンサーさんの量もやっぱすごいしヒョリンさんのダンサーさんとのそのなんて言うんだろうリスペクトし合って一つのステージを作り上げていく感じがすごく好きなんですよねわあこれすごいよ手で片手でさヒールも高いのにやーばもうこれは本当すごいとしか言いようがないわさすがだわどうやって作んのこんなステージ本当に マジでやばい。はい、というわけでね、ちょっと見てきたんですけど、いやもうヒョさんとビビズはめっちゃやばいなっていう風に、すごい思ったんですよ。やっぱりその、ステージの作り上げ方っていうものがもう完璧だったし、なんかまだ見てないのにもう世界観に入り込んでしまうような、そんな感じがすごくしたなっていうのはもちろん思うんですけど、やっぱケプラちゃんがね、心配でならないというか、なんかダヨンちゃんの足見て、すっごいね、やっぱりその、 うーん心配というか、あれは足をつく振り付けなのか、それとも、うん、怪我をしてしまったのか、どうなのかっていうところはまだ明かされてないんですけど、次回ね、絶対わかると思うから、いや、見たいけど見たくないっていうのが正直な感想ですよね。あれがどんな風にね、好転するかもわかんないし、もしかしたら現場見た人はいいっていう風に言って、 てるかもしれないっていうのがね前回宇宙少女の時とかもあったので逆転してほしいなっていう気持ちはあるんですけど何よりねケプラーの体調が大丈夫かなっていうメンタル大丈夫かなっていうのがすごく心配になったちょっと予告ではあったのではいちょっと 明後日にはね、見れるので、またその時見たら、皆さんとね、感想を話し合おうと思います。はい。そんな感じで、皆さんの今回のこのクイーンダムの4話の、ちょっと感想をね、コメントにたくさん書いていただきたいんですけど、ま、あ心配のコメントが多いと思いますが、はい。ちょっと私も心配なので、はい。ちょっとコメント書いてみてください。鬼韓国で K-POP ガールズグループについての動画をこれからもたくさんアップしていきますので、よろしくお願いします。そんな感じで、今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは